ねねです。アシスタントのマイカです。今回はねねのバッグの中身の紹介をしちゃいたいと思います。コメントでいっぱいあったからね。うん。やっとできる。ティアラチャンネル。じゃあまず見た目からいきます。はい。じゃん。チロって見えた。じゃーん。はい、こんな感じです。そう、ここが透けてます。めっちゃなんか物が入れれて可愛い。うん、そこおしゃれに入れてたら可愛い。ね。しかもめっちゃここにもハートがあるし、ここのところにもハートがあるし、こっちにもハートが2個チャックのところについててお気に入りです。うん。紫と白で、あと金で統一感もあって好きです。はい。このバッグはガールズハウスで買いました。ガールズハウスさんで買いました。安いよね、あそこ。うん、安い。めっちゃ安かった。まず正面、横、後ろは白だね。動き、右。はい、では次中身紹介していきます。はい、はい、中身いきましょう。こんな感じでいっぱい分かって開けます。うん、見た目ちっちゃいけど中めっちゃ入る。なんかめっちゃちっちゃそうに見えるけど中が分かって開くから使いやすい。使いやすそう。はい、まずはい、これ。おー、紫。ティッシュとハンカチが入ってる。ティッシュ今は入ってません、忘れました。はい、これがまず絆創膏。女子力高い。はい、これくまモンの絆創膏入れです。はい、うわーって入ってます。それ使ったことある？ない。ハンカチ、ハンカチはすみっこ暮らしのハンカチです。うん、ピンクと黄色。うん、めっちゃなんかここね、アームでね引っ張られてる感じが可愛いです。どれがお気に入り？ほこり。ほこり。なんかね、普段は耳がついてないんだけど、これ耳がついてるからめっちゃ可愛いなって思います。私はね、タピオカが好きかな。次、アクセサリー入れです。もう一緒だ。そう。はい、これは友達にもらったイヤリングです。で、これはチョーカ。これはガールズハウスさんで買いました。めっちゃキラキラしてて可愛い。友達のセンスいいね。ね、かわいい。これクールでかわいい。なんかね、クールになりたいときにね、いいですね。そういうときありますよね。はい、ありやすね。ありやすね、はい、ありやす、ありやす、ありやす。はい、次、筆箱です。はい、この前紹介したのとは違って、おじパンの、おじパンだっけ、多分おじパンです。で、後ろに亀がいてめちゃくちゃキュート。かわいい。なんか口も開いてる、リアルって感じ。うん、口が開いてます。かわいいね、そのキャラクターよね。あ、ここ髪の毛ね。おじさん。一旦ね、ハマってた、めちゃくちゃ。次、財布。かわいい。アルジーの誕生日プレゼントにもらいました、ママから。アルジーの小物とかもかわいい。これキラキラしててふわーってなります。次、持ってたらかわいいよね。そう。はい、次。はい、スヌーピーのウッドストック、ひかりちゃんに教えてもらいました。はい、黄色かわいいです。ひかりちゃんはね、おしゃれだから。そう、ね、優しいしね。ウッドストック。次、あの折りたたみ傘と UV カットのここに、これ CC で買った。結構ね、 CC?結構安かった。しかもね、柄とかもめちゃくちゃ可愛い。好みだった。UV カット、日傘にもなって雨にもいいです。日傘はね、刺さんけど日焼け止めはなるかな。うん、なるね。はい、携帯、ガラケーですね。で、これは友達が大分に行った時もらったスヌーピーのカボス。カボス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 のスヌーピーですね。
ヌーピー可愛すぎる。私もスヌーピー好き、ね、携帯もピンクで可愛いですね。次スモか。サーティワンので、なんかスタンプをもらったらもらえるやつかな。サーティワンの交通系 IC 入れです。めっちゃ可愛い。なんかニコルさんが今ポッピング、水色、あ、水色じゃない、あのなんかピンクと紫、めっちゃ可愛いね。これアリサちゃんにもらったやつで、もったいなくて汚くならないように、あのこの袋みたいなの、こういうのに入れてます。アリサちゃんに誕生日プレゼントでもらったの、中身まで可愛いんだよね。スヌーピーがペチャっておりますね。ピンク好きだし、優しいね、アリサちゃん。そう、めっちゃね、なんかね、チョコももらってね、めちゃくちゃ美味しかった。そう、動画のね、違うところでもめっちゃ優しいんですよ。そう、めっちゃ優しい。はい、この中は以上です。たくさん入ってる。ね、ここ、このね、薄いところ。まとめてるね、ポーチの中に。薄いところは、このね、こう、このノーマルだとちょっとシンプルすぎて、なんかネネっぽくないので、このポーチのやつを柄にして、裏表違うから気分によって変えたりします。あー、それいいね。で、串はちょっとこの中に入れちゃうと、なんかかさばって可愛い柄とかが見えなくなるから、この中に入れちゃってます。これ、あれ、あの、友達にもらった。めっちゃ可愛くないこれ。友達のやつ使わないよ。そう、優しい。誕生日プレゼントをね、今年めちゃくちゃもらってからね、何を使えばいいかわからなくなった。全部使ってる？使ってないのもある、まだ使えてないのもある。で、これは温泉屋さんでくじで引いて。え？温泉屋さん？温泉ある？温泉があって、なんか旅行に行った時に、温泉行った時にくじで引いたやつです。へえ、いいね。スヌーピーじゃない、スティッチすいません、スティッチです。水色かわいい。なんかね、ちょっとね、ここら辺がキラキラしててかわいい。かわいい。ミニだし結構使いやすい。はい、次、これハンドクリーム。これは友達にもらいました。でね、アリスが好きでめっちゃ嬉しかったです。へえ。マカロンも大好き。マカロン、ほら、マカロン美味しい。かわいい。で、ここにね、キラキラのシルバーの、白のなんかあれが、ビーズがついててかわいい。しかもめっちゃいい匂いするよ。このポーチの中には美容系が多いね。めっちゃいい匂いするの。なんかつけてみる。いいぞ。ここつけるよ。いしょ、めっちゃいい匂いがしますよ。ネネもつける。なんか、何の匂いこれ。なんかね、めっちゃいい匂い。自然って感じの匂いなんだ。めっちゃいい匂い。いや、フローラルだし、だしね、だし。この匂い好き。ね、めっちゃいいね。匂えないけどね。見えますか？あのね、なんかサラサラになったかも。結構ね、サラサラになってね、なんかカサカサに、学校にいたらなんか冬とかはカサカサになるから、めっちゃいいです。はい、こっちも以上です。結構入ってました。そう、入ってます。以上です。ということで、今回はねねのバッグの中身紹介をしました。どうだった？中身も外側もおしゃれだし、見た目もおしゃれだから勉強になりました。よかった。